異次元戦士デュランは、吉野匠のライトノベル。ルクレール王家には、守護神となる、ジェイカーがいる。友人からゲームと言って渡されたイヤホンに似たもの。装着し、寝ると、ゲームが始まるらしい。己が、ジェイカー・デュランとなり、ルクレール王家、王女に仕えていく夢。それが、ゲームの内容であった。プレイヤーはリアルでは、一階の高校生である、水木英樹。 妹と共に暮らし、両親は海外出張中。妹はお兄ちゃんが大好きで、朝は起こしに来るのではなく、寝顔を見ているだけ。そんな日々を過ごしている。影樹はゲームに出てくる武器に見覚えがあるのは勘違いだと思いたいが、実際に家から同じものが発見されてしまう。水木英基本作品の主人公。元はジェイカー・デューランであり、ルクレール王家の守護神であった。 しかし、本当のジェイカーであるのか怪しまれていた。本来、ジェイカーは死んだ後、すぐに転生し、赤ん坊として生まれ変わるとされていたため。しかし、ジェイカーと神から告げられたのは記憶喪失の人間。赤ん坊ではなかった。記憶喪失になった原因は別の世界にいた頃に、あるらしい。地球に追放された理由は、侵略してきた敵と戦わずに逃げることを、 推奨し続け、最終的には、王家に対する忠誠心を疑われたため、地球では、高校生として無限坂学園に通う。水木空根影樹の妹、影樹が、ジェーカーとして王家に仕えていた時も疑惑であった。名前はアデリーヌ。唯一、記憶を失っていなかった。同時に地球に追放された。地球では、中学生として、同じ学園に通う。 兄が大好き。須藤綾や影樹の友人。同じ学園に通い、席は隣、影樹にゲームを渡した。王家に仕えていた時は、J カーの部下で、名前はジョシュア。ありがとうございます。